行方市で今月5日、金魚すくいの腕前を競う選手権大会が開催されました。この大会は行方市で鯉や金魚を養殖している河合陽一さんと、行方市玉造にある釣り具店を経営している大川雅人さんが町おこしのために開いているもので、今年で7回目になります。会場となった釣り具店には市内外からおよそ150人の参加者が集まりました。競技は小中学生の部と一般の部に分かれ、3分間の制限時間でどれだけ多くの金魚をすくえるかを競います。参加者の中には、金魚をすくう網が破れないように集中した面持ちで金魚すくいをする人などがいて、それぞれ腕前を競っていました。開会式では行方市の鈴木修也市長が参加者を激励しました。今日は茨城県大会予選でございます、たくさんの金魚をすくって全国大会に進出し、そして全国制覇をここから出られるように期待して、簡単ではありますが挨拶をさせていただきます。皆さん頑張ってください。512番の方、その方は向こうの青いテントの方に並んでてください。多分5回目ぐらいになると思うんですけど、予選では13匹じゃあんまり良くない。取れた時でもやっぱ嬉しいし、まあ、頑張れば、まあ、たくさん練習すればどんどん取れるようになるんで、すごく楽しいです。まあ、楽しいです。難しい。宇宙一匹楽しかった。ほとんど毎年ぐらいに来てます。やっぱり楽しいですよね。年齢も関係ないし、孫ともできるし、そう、あとは娘たちも一緒なんですよ。楽しかった。私のうちで金魚の養殖もともとやってまして、それが最近ちょっと養殖の方も下火になってきちゃって、ちょうどその頃ネットでいろいろ大川が調べてて、奈良県でやってる全国大会の記事を見つけまして、こっちでも同じような大会を開いて、その養殖産業を盛り上げていこうということで、金魚すくいの大会を始めました。実際朝から雨降ってて、今日はちょっとお客さんどうなのかなという正直心配ありましたですけれども、昼来て正直びっくりしました。お客さんいっぱいいたんで、やっぱり回数重ねるたびに参加してくれる人も多くなってますし、あとは遠くから来てくれる人も県内からもたくさん来ますし、県外からもいろんなところから来てくれる人がいるんで、この辺はやっぱり回数重ねるたびに実感としてありますね。各部門の上位3人の入賞者は来月23日に奈良県で開催される金魚すくいの全国選手権に出場します。また行方市では来月29日に霞ヶ浦ふれあいランドで全日本金ワングランプリ2015と題した金魚すくい大会を開催することにしていて、イベントへの参加を呼びかけています。